タズニチパイ兄さん、あ、チパイ姉さん。ちょっと。兄さんって言っちゃった、ごめん。いくらないからってさ、性別一応メス。ごめんごめん。なんかいろいろ、なんか XY とか XX とか忘れちゃった。うるさいから、はい、はい、どうぞ。はい、以前の放送でトイレットペーパーの芯を使って、おちんちんケースを作る的な発言をしていましたが、さすがに無理ですよね。いや、そうじゃねえぞ。いくらなんでも引っかかって入らないと思うんですが、これはタズニが小さいことを前提とした自虐ネタですよねって書いてあるんだけど、これ違う！これね、うん、俺何回も言ってる。だから、トイレットペーパーを真ん中、あの、芯あるでしょ？芯の真ん中を切ってですね、なんだろう、ホームセンターとかに売ってるゴムあるじゃんか。太い、こう、なんだろう、なんて言ったらいいんだろう、こう、スウェットの中とかに入ってるようなさ、パンチのゴム？そうそう、みたいな、ああいうゴムを使って伸縮自在にするわけですよ。図工の時間みたいに、こう、止めて。それで、どの形にもフィットするように俺は作ろうと思ってたから。全然意味がわかんない。これ男にしか伝わんなくていいや。ね、これ何これ？あ？知らねえよ。コンドームだよ。ちょーっと、ちっぱいコンドーム触らないで。全然汚い。本番中にコンドーム触らないで。絶対嘘でしょ。文化放送にそんなものがあったら問題でしょ。わかんないよ。はい、次。なんかこれ以上読むと上からいろいろ言われそうなんで。どうしようかな。はい。どうしようかな。じゃあこれいきます。うん、大阪府のでんげりネーム、かぎこからです。はいはい。ちっぱいタッチョ、こんばんつ。こんばんつ。こんばんつこんばんつ？インターネットというものが発達して、趣味が同じ人間を探すのも簡単になってきましたよね。うん。私もネットで仲間を探そうと、でんげりで検索をかけたのですが、うん、でんげりだけだと名乗ってる人はほとんどいないのか、うん、3ページ目になると、うん。うんうんの記事ばかり載ってました、うん、顔の見えないネット上ですら、うん、でんげりと名乗るのが恥ずかしいか、うん、どうしたちよ、うん、ということで、うん、でんげっぱのお二人さん、うん、ブログやホームページをやってるでんげり全員にでんげりだと名乗るように指令をしてください。名乗るどころかかぎこ東海高校に行けよ。そうだよ、大阪から。そしたらいっぱいいるぜ。そうだよ。とか、あんまさ、東海高校って言うとさ、迷惑かかるかもしれないから、聞いてない人もいるから。次のメールに行こう。はい、埼玉県にお住まいの世界一のフグリーナー、エコナ。電撃対象に送るメールだけで何万円もかかっている僕は何者なんですか？パケ放題に入ってください。はい。次行こう。びっくりした。はい。続いて、はい、電源ネーム、わたがし。はい。秋山里奈さんがノーメイクで行ける限界の場所はどこまでですか？おー。おー、難しいけど、まあ、ここはよくノーメイクでいるよね。いるね。でも、あんまわかんないよ。ノーメイクだって。なんかね、でもね、テンションが、うん。上がらないから、なるべくするようにはしてるけど、うん、別に、うん、ノーメイクでもどこででもいける。どこででも、どこまでもいける。別にだってさ、イベントとかさ、ノーメイクで入ってさ、うん、会場でメイクしてっていう時にさ、下にさ、入り待ちの方とかいた時さ、うん、全然ノーメイク見られてるもんね。ああ、そっかそっか、そうだよね。うん、でもわざわざ晒そうとは思わない。時々ブログとかでも公開してるし、うん、元気な時だったら、どこまででもいけるけど、うん、へこんでる時は、化粧が濃くなると思ってください。ああ、ある意味の戦闘服だね、はい。そうだね。はい。つうわけで、今回はここまでよと。ここまでよと。多めのお便りって言ってたのに、意外と普通な数だった。え、そう？いや、なんか、逆にちょっと盛り上がりすぎて少なかったな。いや、疲れたよ、私は。あ、マジでか。うん、なんかいろいろ疲れた。そうか。なんか、東海高校行っちゃうからさ。どうした元気がねえなぁ。迷惑かかる。今日も楽しんでいくぞ。これから行くんだからね。これから私は仕事として行くんだからね。チッパじゃなくて、秋山里奈として行くんだから。おぉ、頑張れ。一言か。頑張っていこうぜ。はい。